PFC スパルタックナリ地区は、ロシア西部、カバルダ・バルカル共和国の都市、ナリ地区に本拠地を置くサッカークラブである。ソビエト連邦サッカーリーグのプレー歴はなく、過去最高成績はソ連一部リーグでの14位。ロシアリーグが誕生した1992年は一部リーグに所属していたが、1993年には二部リーグに降格する。 1996年に一部リーグに復帰し、10年の歳月を経て2006年ロシアサッカープレミアリーグに初昇格。2006年シーズンは広角ゾーンに沈む時期があるなど波のあるシーズンを送ったが、最終的には9位と大検討した。その後は回に低迷していたが、2010年シーズンは、 序盤から好調をキープし、一時は UEFA チャンピオンズリーグ出場圏内の3位にまでなった。その後は失速したものの、最終的には過去最高の6位でフィニッシュした。その功績として、ビクトル・バシンがチーム初となる A 代表に招集され、長年チームを率いたユーリークラスのジャン監督が主案を認められ、シーズン終了後、 名門 FC ロコモティフモスクワに引き抜かれるなど、充実したシーズンを送った。なしなし。ありがとうございます。